はい、皆さんいつもご視聴ありがとうございます。本日はね、茨城県のですね、龍ケ崎市にですね、キャンプに来ております。今日は4月22日の土曜日ですね。それで今日はですね、特別に、このキャンプ場のオーナーの方にですね、このキャンプ場の良さをね、紹介してもらいたいと思います。それではですね、オーナーの方よろしくお願いします。ありがとうございます。どうもありがとうございます。こちらはいつ開園されたんですか？去年の3月が開業になってます。3月開業ですね。非常に竹林とかですね、自然の中にあるキャンプ場ということで、非常にね、我々も朝から楽しみにしてまして、で今日は天気も良くてですね、昨日見たくバカみたいな暑さもないんですけどもね。でちょっとオーナー、こちらのキャンプ場の正式な名前ちょっともう一度教えてもらっていいですか？龍ケ崎やまびこ自然園キャンプ場ということで名前をやってます。龍ケ崎やまびこ自然園キャンプ場ということでですね、運営されているということでですね、で特にですね、ユーチューバーの方にはですね、私ユーチューバーよーっていうふうに言ってもらうと、もしかしたらなんか特典があるかもしれないっていういうこともちらっと聞きましたけども、これは風の噂ですからね。詳しくは管理人の方にお聞きくださいませ。実は案内の中に書いてあったりするんですけど、ホームページなんですね、はい、あるんですけども、ちらっと書いてあるんで、はい、読まれない方は分かんないんですが、なるほど、過去は来られた方でね、はい、もう最初から載せるから、はい、料金引いてるな、あ、そういう方いたわけ、強引に。なるほど、なるほど。ということは、いろんな、はい。よろしくお願いします。はい。じゃあ、今日はね、ゆっくり楽しませてもらうんですけど、ね、なんか特徴的なこと、はい。そうですね。一番特徴なのは、竹やぶがあることですね。キャンプ場に竹やぶのところっていうのはあんまりないと思うんです。竹やぶですね。私たちも朝行ってきたんですけど、本当にね、神秘的な竹やぶ。なんか、神社もあるとかないとか。そうですね。奥の方上がってきますと、神社まであります。なるほどですね。面白い環境だと思いますので、なるほどですね、ぜひ体験していただけるとありがたいです。はい、じゃあ今日は本当によろしくお願いします。します、それでは楽しませていただきます。よろしくお願いします。はい、オーナーの方でございました。ありがとうございます。どうも。よろしくお願いします。はい、それではね、龍ケ崎やまびこ自然園さんのですね、キャンプスペース、入ってみたいと思います。結構ね、もう自然がね、そのままという感じでね、もうネイチャーランドという名前にね、ぴったりな場所でございますね。あそこにね、前方に広がる竹林があると思うんですけども、もうあれが素晴らしいですね。先ほどちょっと奥に入ってみたんですけども、タケノコがね、厳正してまして、まあこれは素晴らしいというしかありませんでした。今回ね、そのタケノコを使って何か釜飯を作るみたいなね、話も仲間内で出てましたけれどもね。はい、非常にね、広いこう受付というか、ここのねスペースも今駐車場見たくなってますけれども、ここにテントを張ることも問題ないみたいですね。まあ、ただ車でね乗り付けてくる場合にはね、なかなかそのテントを張る個数とかね、そういったものも考えなければいけませんけれどもね。まあ、しかしながらオープンしてまま間もないということですね。非常に穴場感があるキャンプ場でございます。これね、奥の方もね、車で行けるんですね。ちょっとこれぬかるみ、雨が降るとぬかるみができちゃうんでね、ちょっとそういう時には気をつけなきゃいけないみたいですけども、ちゃんとこのように鉄板が張ってありますので、奥の方にもね、手軽に車で乗り付けて荷物が下ろせるというような感じになってますね。はい。で、今回ね、まあ、ほとんど我ら仲間が独占して使っているような感じですけれども、まあ一番平地のところにですね、このように皆さんテントの準備をしておりますね。非常にね、雄大で余裕を持ったテントの張り方をしているのでね、さぞや気持ちのいいことだと思います。このようにね、車がこのテント張るギリギリまでね、入ってこれる。これまだまだね、行こうと思えばまだまだ奥まで行けるんですよ、これ。非常にね、便利ですね、このキャンプ場は。ね、竹のね、竹林の中にテントを立てている方も見受けられますね。あれはもしかしたらラブフォーオーナーの S さんじゃないですか。どうですかこれ、これ全部竹林ですよ。竹林、自然のね、厳正した竹がそのままということで、なんとこんなに大きな竹の子まであるのでね、ちょっとイノシシの足かと思いましたけどね、すごいね、この竹の子、竹の下にタケノコって当たり前ですけどね。さあ、もうちょっと奥に行ってみましょう。
ところどころですね、竹をね切り取った株があるのでね、それに足を取られないように注意しなければいけないというところはありますけれども、まああまり危険なところはないですよね。はい、でこちらでですね、どうもバーベキューとかできる施設があるようですね。そこにもなんか手作りの窯のようなものがあるしね。ここでももうそのまま火を起こして焚き火なんかもできそうですね。まあまさに自然をそのまま残している、もうね最小限にしか切り開いていないこのキャンプ場ですね。非常にね感じのいい、雰囲気のいい、静かな、キャンプ場だと思います。見てください、これ竹がねこんな風にずっと、これ竹ですよ、奥まで竹がついてますね。この奥結構幻想的な感じするでしょ。この奥にやはりこのキャンプ場のオーナーが管理されてるね神社なんかもあるようですね。さあ今からねバーベキュー食べるのが楽しみです。もうお腹が減ってるのでね。今日は早いからね、うまいんだろう、絶対にうまいだろう。